はい、どうもワドツです。引き続きお楽しみください。まあ、まったりいきましょう。おい、ハッチワド2、ありがとね。花火たくさん感謝してるぜ。さすがひねモス。おい、アンミおかえり、楽しんでって。配信バカだから、ノーライフの配信なしでは生きていけない。狂ってるよね、ここまで来るとね。バカだよね。毎日毎日3年間アホみたいに毎日毎日配信やってんのも。笑われましたよ、それはいろいろ。遊んでんじゃねえとか言われたけど。でもね、大人が真剣に遊ぶとね、仕事になるんですよ。ハートプレゼントありがとう。古代ワード2。いらっしゃい。大人が本気で遊ぶと仕事になるんですよ。ハートプレゼントありがとう、ハッチ。ありがとう。バカプレゼントありがとう、アミ。ありがとう。ありがとう、アイテムたくさん。ありがとうございます。初見さん、リバーさん、いらっしゃい。楽しんでいってください。面白かったらフォローしていってもらえると嬉しいです。和道です。よろしくお願いします。チョコレート食いたいな。まだあったっけな、チョコ。あれ、グラタン残ってるんだよね。朝飯グラタンにすっか。おお、みほちゃん、ハートありがとう。粉くそーって何？よいしょ。ダンベルでエネルギーを使いまくったんで、栄養補給します。サンダーはチョコの完成形だよね。これを超えるチョコ菓子は出ないと思うよ。マジで完成形だと思ってる。ブラックサンダー。うまい。マジでうまい。
ふわっちが新しいさ、ランキング始めたんだよ。レディースランキングって。これ差別でしょ。男性ランキングもやってほしいんだけど。1位の人は5万円もらえるんですよ。トグリからの人今入ります。日本寒いみたいですね。まだ一昨日春一番が来ましたね。超暖かくて突風が吹きました。でまた冷え込みましたね。いや、海外、日本国内からっすよ。4月は日本国内回って、そっからアメリカ大陸とか、じゅんぐりじゅんぐり回ってくんで、まずは国内編です。旅は。全然、ゆっくり休んでください。うまいね。メンズランキング取りてえな、これ。本当に思うんだけどさ、人の夢を笑ってるやつとかっていっぱいいるけどさ、そいつの人生とかってさ、別に他人の人生にコミットする気全くないんだけど、ほんとかわいそうだよね。要は人の人生笑うっていうのってさ、自分ができないとも思ってるから他人の夢を笑うわけじゃん。お前になんかできないよって。ってことは諦めてるってことは自分の夢を叶えられないっていうやつじゃん。もうほんと可能性がないと思ってもったいないと思うよ。海外来たら拉致します。ぜひぜひ。もう連れ回してください。まずアメリカ大陸先に行くと思うんですけど。本当に本当に。本当に、これ、ネタでも、統合失調症でも何でもなくて、夢って叶うんだよ。年収1000万とか余裕だから。余裕だから。ここに自分にリミッターかけてるのは自分なんだよ。俺はそういう生き方ダセーと思ってるから。何にだってなれるよ。おい、あずさんいらっしゃい。ちょっと水取ってくるわ。人間は何にだってなれるから。空も飛べっから。いつからトップ配信者になったんだ。いや、トップですけど。悪いですけど。気づいたらトップでしたね。はい。全力で走ってたら気づいたら誰も前にいなかったっす。夢を見つけたことない。そう、人の夢を笑うやつっていうのは、もう人としてなってねえよ。おやすみなさい。そうっすね。珍しいっすね。でもまあ、旅配信はもうガンガン24時間ぶん回します。いや、マジでマジで。全力でふわっちで全力疾走してたら、どんどん目の前からライバルが消えてった。気づいたら独走してたよね。俺でも、ふわっちの中ではトップ名乗っていいと思うよ。トップ配信者でしょ。俺別に全然吹かしてると思ってないよ。ふわっちの中ではね、
キャスとかニコ生とかさ、でかいパイにしかわかんねえかもしんないけど、フワッチの中では俺のこと知らないやついないですよ。マジで。それくらいの配信やってる自信あるけど、これからね、配信者をバカにする時代じゃなくて、ね、配信者を育てる時代だから、リスナーさんが。要はね、あの競馬に似てる。昔はね、もうあのなんつうの、こいつらとこいつら戦わせて殺し合いさせようぜっつって石投げたりするのが楽しかったんだけど、今はね、競馬と同じでみんな馬主なんだよ。俺が気に入った配信者こいつっつって金ぶっ込むからっつって、こいつでかくすっから用意ドンですよ。夢を追っかけてるからこそいろいろな大きな壁がある。乗り越えた時の達成感は強いけど、そこで留まっていてはいけない。初心を忘れず。本当っすね。うん。俺、クリスチャンに言われたんですよ。壁何度もぶち当たってきましたけど、壁っつうのは神様が与えた試練だからって。で、お前が成長してるから見えるようになっただけで、壁が見えない奴もいるからって。で、壁は必ず乗り越えられるからって。どんなにでかい壁でも絶対に乗り越えられるからって。で、壁が見えたら戦えって言われました。AKB に似てると思った。あー、選挙制か。だから俺は男だからな。うん。あ、AKB 近いかもしんないね。確かにね。こいつだっていう推し面みたいなのに貢ぐみたいな。確かに確かに。そこは気づかなかったな。どうも、配信会のパルルです。席いくら？ CD いくら？明日のライブ。毎日のライブ。え？どういうこと？壁しかない毎日壁だもんね。のぞみっていうでっかい壁も来たしね。この前はユイガっていう壁と戦ったかな。ユイガっていう壁と戦いました、昨日は。毎日が壁。名言だね。一筋縄じゃいかねえよな、なかなかな。壁しかないわ、名言だな。いいですよ、ローパーさん。壁がどんどん大きくなってる気がする。それが面白いところなんだよ。一度乗り越えた壁は壁じゃないんだよ、もう。そう。壁がどんどん大きくなってるのはいいんだよ。あー、AKB ファン金使うよね。うん。でもね、ネットタレントなんだから、貢いでもらってなんぼだと思ってるよ。うん。もう狂ったファンをいっぱい作るのが俺の仕事だと思ってるから。もう和道大好きっつって。和道に人生1億使っちゃったっていうアホな子をいっぱい作ろうと思ってるよ。ボーナス全部和道に使っちゃったっていう痛いリスナーをいっぱい作ろうと思ってる。はははーっつって。家の中和道グッズだらけ。そのお金で衣装作ったりしたら似てるなと思った。あー、確かにね。うん、ていうかね、なんか嬉しいのが、結構、和道グッズ宣伝しなくても売れてるんですよ。未だにステッカーとか地味に。だからちょいちょい買ってもらうの嬉しいですね。うん、地味に売れてるんですよ。新しい T シャツ出そうかな。
和道の異常なゼミナール T シャツ。まず、そのグッズを俺は着てないからね。おはよう、つばきちゃん。おはよう。アイテムありがとう。実は嫌いな女生主はふわっちに来て1ヶ月でマンスリー乗っててムカついてる。誰だ？ マンスリー乗っててムカついてる？何位以内？どっからどこの幅か教えて。嫌いな女。マンスリー乗ってる。誰だろう。ハッチ嫌いとかいるんだ。あ、わかった。ハッチが嫌いなリスナーは、関よしえさんですね。今、ニューカーマー。マンスリーランキング27位。あ、20位以内なんだ。関さんじゃないね。関よしえかなと思ったんだけど。誰だろう。リナネコ？敵が多そうなのはリナネコかな？ほんとそれ出す。それ出す。なんかキャラ変わりましたね。どんなに長くやってても壁から壁。だからこそ甘え足りないと自分自身思う。和道さんにコメントしてたらいつまでも寝れん。寝させてくれ。いや、本当に僕、10代の頃とか本気でやってて、会社経営とかもやりたいことも、本当にいろんな壁があって、一番きつかったのは、ほんと、1週間で300用意しないといけなかった頃があって、それ10代で。10代で1週間で300万集める苦しみを味わえたっていうのは本当良かった。今だと300なんて、ほんと1週間で集められるんですよ。信用があれば。だけど、信用がないベンチャーの時とか、そういうのを連続してて、毎日気が狂いそうになったけど、トライして良かったなと思った。同じ金になるならアイテムとグッズどっちが良い？理由も教えて。俺は何でもいい。俺はいろんなもんを生み出していくから。だから、いやもう、物なんかいらねえよって、男気だよって、ふわっちにアイテムくれてもいいし、みんなに任せる。俺はいろんなサービス出していくから、これから。T シャツだの、マグカップだの、ステッカーだの、いろんなもん作っていくから、もう、好きなもん買って、みたいな。どれを買っても俺の応援だからっていう。そういう状態を作るのが俺の仕事だと思ってるから。別に YouTube で動画見るだけで俺に収入入るし、T シャツ買っても収入入るし、何でもいいよ。ただ、どれかを買ってくれたら俺の体を作るっていうか、俺の人生にコミットしてくれてるわけじゃん。俺の収入になるわけだから。だから一生大事にするよ。10位以内にいんの？誰？ 10 位以内にいる？嫌いな配信者といいんだ、ハッチ。マンスリーで10位以内の女？青タン？堕天使青タンか、イモン。イモンか、堕天使青タンの2人だな。へぇ。なんだろう。高い方がいいじゃん。じゃあ、それは何がいい？俺、高いグッズなんかやってないから、なんだろう。なんだろうな。何がいい？俺だって別に、だから、もうかっこいいことやってもらいたいよね。和道パーカー100枚作ったから、100枚買ったから、これ私100枚もいらないから和道に送り返すとかやって、リスナーにタダで配っていいよとか、そういうかっこいいことやってもらいたいね。何でもいいよ。なんかバカみたいなことやって盛り上げてほしい。例えば風船じゃないや。花火100発打つとか。なんかアホっぽいのが好きなのよ。かっけえ、粋だな、みたいな。何でもいい、別に。なんか、派手にやってほしいね。噂になるようなこと。和道リスナーやべえなってみんなが噂するようなことやってほしい。花火最高一発で500円じゃん。なんだろう。なんでもいいよ、別に。本当に。いや、支援の仕方なんか問わないし、1億円くれるっていうのは俺断らねえから。なんでもいいから、なんか、和道のリスナーマジでやばいよねって言わせたいよね。和道はこの人ありきだよねっていう。そう、伝説を残したいっていうだけ。伝説を残したい。顔写真？嫁に邪魔だった。分かってくれ。日本語足らずで打てなくなって毎回誤字です、俺。また読めるのに邪魔される。日本帰省の前に体力残してよかった。 前はリスナーだったけど、あまりの性格の悪さで嫌いになった。よっぽどだよね。ハッチ結構見守る系だと思うんだけど。マジか。だから、なんつうんだろう。なんていうんだ。俺の放送を見てる人だったら、俺がどんなことで喜ぶか知ってるはずで、
なんて言うんだろう、派手なことが好きなんですよ。で、話題になるようなことが好きだから、なんか一発ドカンとなんかやってくれたらもう超面白いと思う。面白いことやりたい。そう。なんか笑えるっつうかさ、もうなんかくだらねえっていうのが好きですね。うん、そうそう、5万円でしょ？で、5万1日で5万使う人なんかいないわけですよ。なかなか。でしょ？面白いじゃん。バーンと、そう、バーンと一発行くみたいな。10万でも100万でも1億でもいいっすよ。ずーっと花火上がってる放送とか面白いじゃん。もうずーっとシカトしてんの。もうありがとうございますじゃなくて、でさーっつってさ、もうコメント欄全部読めない。ずっと花火上がってるとか超面白いと思うよ。アホだろあの配信みたいな。支援者に対してありがとうもついに言わなくなったよとか。あ、ごめん、もう無理だわっつって。花火上がりすぎてうちの放送花火にありがとう言わねえからっつって。ウケるでしょ。そういうバカっぽいことやりたいよね。いや、俺はだからずっとダンベルしながら、はぁはぁ言いながら雑談すんだよ。ベルセルクのガッツみたいな腕になってて、なんだあいつっつって。めちゃめちゃ面白いでしょ。うん。いや、ダンベルやるよ。うん、ドラゴンボールかよって。この放送何が面白いんだっていう。アホっぽいことが好きなんですよ。本当に。例えば T シャツ100枚売れたとかめちゃめちゃウケるじゃん。うん。うん、なんか、なんつうんだろう。俺は配信で億万長者になりたいし、年収1000万とかにもなりたいけど、なんつうんだろう。それが目的ではないの。それは手段なの、俺にとっては。うん。お願いだから花火やめてくださいとか面白いよね。リスナーが、花火うぜえよとか言って。スポンサーのように叩かれてたりとかしたらめちゃめちゃ面白いと思うの。それでも意地になって花火投げ続けるとか。うん、そういうなんかアホっぽいのは好きだね。ハートプレゼントありがとう。うん、なんつうんだろうな。あの、なんだろうね。なんか、その、なんつうんだろう。その、うん、難しいんだよね。表現するのが言葉に。うん、だから俺結構エセアカの放送面白いと思ってて、もうエセアカの放送ってなんかアリザイスしか言ってないんだよ。それがだんだんじわじわくんだよね。1時間ぐらいね、バカザイス、バカザイスとか、花火やーとかずっと言ってるだけなの。なんだこれとか思って。あれは結構ウケるよ。これ以上コメ終了。迷惑かけてしまう。全然全然。おやすみなさい。おやすみなさい。考え方本当に共感ですよ。ストレス発散できる。和藤さん放送ありがとうございます。いい夢見てください。体ゆっくり休んでください。僕の放送基本的にアドレナリン出るんで。寝る前に見る放送じゃないですよ。たぎってくるんで。パワフルなんで。ゆっくり休んでください。うん。でも、なんだろうな。俺は、正直言うと、ハッチを嫌いだっていう、ハッチがこの配信者嫌いだって言わせた配信者は、正直言うよ。才能あると思う。なんでかっていうと、あのね、配信者で一番重要な才能っていうのは、キャラを残すことなんですよ。要は、この人誰って言われるよりも、こいつ大っ嫌いって言われた方が強いの。もちろん好かれた方がいいんだけど、ハッチほど温厚な人間を怒らせるぐらいキャラが強いっていうのは、俺才能あると思ってる。うん。で、そいつは実力あるし稼げると思ってる。半端じゃないはず。うん。だからそいつは多分伸びるよ。俺、そいつの配信全く見たことないけど、俺は確信がある。そいつ伸びる。うん、簡単に言うと第二のツバニャンでしょ。爆走だよ。ヘイト集めても、あの数字は出るから。嫌いだっていう人間がいればいるほど好きだっていう人間もいる可能性がある。一番配信者として生き方がダサい、ダメなのは、要はヘイトを恐れるのはダメなんだよ。嫌いなら嫌いでいいんだよ。キャラに徹すること。そう、嫌いって言ってる分好きな人は絶対見てくれてるから。有名になるっていうことは好きな人と嫌いな人が同時に増えることなんだよ。俺はだから、なんつうの、無難な配信者でポジション取ってるやつはあんまり見たことないね。うん、ある程度サイトがでかくなってくると無難なポジションができるんだよ。川崎洋平とかサノッチとか。だけど印象が少なくなっちゃうんだよ。うん、ニコ生で3万人コンビだった。あ、まあ大手だね。うん、まあ大手ですよ。
大した玉じゃん。まあ俺の可愛いハッチを怒らせるってことは俺の敵だからな。俺の可愛い可愛いハッチをうちの囲いなめんなよ、全面的に敵だわ、もう理由はそれだけでいいわ。俺の可愛い玉のようなハッチを怒らせるとはおやすみみほちゃん、ハートありがとね。みほちゃんおやすみ。敵取ってあげるから俺がハッチの。多分アオタンってやつだなこれ。多分ね、多分こいつだと思うんだよね。1月からやってるからこいつだな多分。まあ小遣い稼ぎに来てるだけでしょ、ふわっちには。俺でもね、配信を本当にバッて億万長者になってある程度のポジションに行ったら、あのね、講師側になろうと思ってますよ本当に。塾開こうと思ってる、和道流配信塾語るの好きじゃん、偉そうにするの好きじゃん。だから若いこれからの配信者を育てる塾をやりたいと思ってるね。しかもただの配信者じゃなくて、ちゃんと日本に影響を残すような配信者、そういうのをやりたいですね。これから人増えるよ。5時だから、明け方だから、起きてくる奥様方が来るよ。お前らが全員眠り始めて、おばちゃんたち来るよ。和道のマダムたちが、和道ギャラーズ。目痛いんじゃなくて、あの顔面麻痺だから、ぐーって力入れてないと、顔のバランスがどんどん歪んじゃってるんだよね。あの、左右で顔の大きさ違うんですよ。あ、よっさんファミリーなんだ。元。おう。いくら貢いだの？あっち。言ってごらん。聞いてあげるから。そいつにいくら貢いだの？聞いてあげるから言ってごらん。貢いでないの？あ、そう。貢いでないんだ。あ、そう。何があったんだろうね。貢いでもないのに恨み買うって相当だよね。どんだけ嫌われてんだよ、そいつ。何があったの？なんで嫌いになったの？最初は面白いと思ってたんでしょ？性格がクソすぎる。なんだろう、惚れたんじゃないの？可愛いと思って惚れてたんじゃないの？それを裏切られたって思ったんじゃないの？また店やりてえな。また店やりてえな、懲りずに。
もう店やらねえとか言ってたけどさ、また店潰す？みんなで。8店舗目行く？もう店やらねえっつってたけどさ、また最近店やりたくなってきたんだよね。新しいフォロワーさん、リバーさんフォローありがとう。またやりてえな。コワーキングカフェとかやりたいよね。もう歌舞伎町では絶対やらないけど。仕事だけど、気があるように思わせぶりの女は嫌い。あのね、俺はね、嫌いな配信スタイル、女を売る、男を売るは苦手。要は、色恋売るやつは嫌い。結局、色恋売ってると息が短いんだよ。なんでかっていうと、若いからとか可愛いからチヤホヤされるわけで、あそこの競争って一番厳しいんだよ。要は、可愛いだけでやってかないといけないわけよ。で、若い子がどんどん出てくるの、可愛い子が。勝てないよ。だから長く見積もっても5年とか10年とかでしょ。俺配信ずっとやっていきたいから、スキル磨いてますよ。牙磨いてますよ。要はね、牙磨かないとやっぱダメよ。だ佐野スタイルだよね。佐野スタイル。今失われた技術だから。佐野スタイル。佐野スタイル継承していかないとね、雑談だけで、おーい。いや、配信つってもよ、つって。あれはすごいと思うよ。一日何時間もダラダラ喋ってあんだけの客集めるっていうのは。もうね、やればやるほど、ね、ちゃんまんの凄さ分かっていくからね。あれはかっこいいよ、やっぱ。で、ね、あそこまで行きたいよね。可愛いけど毒がある人。例えば。稲荷とか 稲荷は毒あるからね 毒の塊だよね。可愛い毒だからあれ。稲荷そういえば最近ふわっちやらなくなったな。深夜の帝王。ニコ生界隈とか全然見てないけど、どうなってんだろうね。最近噂を全く見ないね。あ、ゆずかとか。毒あるかな？別に毒あると思ったことないな。ゆずか姫。毒あるんだ。おはよう、黒柳徹子さん。おはようございます。ちょっと意地悪そうな感じが好きなんだ。俺は、あれだね。ピュアな子が好きですね。のんたんみたいに。のんたん子供みたいで可愛い。可愛いおばちゃん大好きだから。のんたんは俺のアイドルだから。5時か。9時に家出て4時まで仕事。倒れるな、今日。倒れるな。
のんたん可愛いよね。昨日のやだが忘れられない。のんたん超可愛いよ。はじめまして、おはようございます。3B5 プロダクション CEO さんいらっしゃい。フォローありがとうございます。コメントありがとう。おはようございます。昨日フォローしていただいた方ですよね。ありがとうございます。よろしくお願いします。配信では喋りうまくてよかったけど、ツイッターでいろいろあった。ちょっと待って。え、それログ残ってんの？あっち。それ残ってる？いつかな？URL ちょうどいいよ。溜まってるのはぶち分けた方がいいよ。どこかな、ハチ。何その香ばしい匂いがするやつ。どこだ、ハチ。あ、ハチとこだ、ハチ。ハチ、ハチ。あれ、ハッチいねえな。結構前、何があったのか要約して文章で教えてよ。何があったの？やべえな、この時間で眠気が襲ってきたな。いた、ハッチ。結構前、猫ばっかりだな、ハッチ。どんだけ猫好きなんだよ。猫ばっかりじゃねえか。ハッチ猫好きだからな。いや、全然出てこないわ。相当昔だな、これ。和道と星空と猫しか出てこねえ。これ見る気、萎えるわ。相当遡ることになるわ。猫ばっかりだから。猫飼いたいけど、社会一貫なぁ。文鳥また飼おうかな。釈迦に子供を産ませたいなと思ってんだよね。文鳥増やそうかな。何の音？よし、明日に備えよう。あと20分で放送終わりにします。残り20分です。もうすぐ旅配信も始まるし、旅のあと6月はぶん殴り合うし、目が離せないでしょ。すごい音だったね。なんだろうね。ウィン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 って言って。
マイクここだぜ。相当でかかったと思うよ、今の音。6月の試合はマジで沸かせないとな。伝説残さないと。一生言われるからな、負けたら。絶対負けらんねえよ。猫はいいよ。俺猫好きだからね、ちなみに。猫超好きだからね。ただ、まあね。今、シャカちゃんがいるからね。俺の可愛い可愛い。シャカなんて一発でやられるから。もうね、釈迦がね、最近人間みたいになってきて、本当にね、のんたんが爆笑してんだけど、俺が夜食を食い始めたら飯食うし、俺が寝てる時と同じ時間に寝るのよ。もう本当人間みたいで、和道さんと釈迦本当にリンクしてるよ、つってのんたんが笑うんだよね。俺が風呂入ると、お風呂入り始めたりすんの。ローコさんと配信しましたよ、この前。うん。試合後に旅配信じゃないよ。6月の10日だから、一回戻ってくるんだよ、東京に。旅配信4月1日から始まって、まあ、1日かどうかわかんないけど、バーって回ってる最中に戻ってくるの。6月10日に。で、ぶん殴り合いですよ、テルチャンピンと。で、そのまま旅行くから。どんな生活だよな。途中で原付とか買っちゃう？途中でさ、もう移動すんのクソだりいから原付買うわーとか言ってさ、ブーンとかやっても面白いよね。うん。ハレー・ダビッドソン欲しいなー。ハレー・ダビッドソン、ガキの頃からの夢だったかな。ロアカさんと先週だっけ？先週心霊配信やりましたよ。YouTube に録画残ってるんで、もしよかったら YouTube 見てください。ロアコさんと付き合いありますよ。半年ぶりぐらいにコラボしたかな。あと、今回の試合でも、ロアコさんにセコンドに立ってもらうんで。中古の軽トラ？うん、車の免許は、車はね、もう免許取らなくてもいいかなと思ってんだよね。あんまり興味がなくて。旅が重要で移動手段が重要ではない。そう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 。てか、現地のね、ほんとね、ディープスポットに切り込んでいきたいなと思ってるんだよね。秋田に行ったら、リトルペブル行きたいし。うん。なんか、人脈広げたいんだよね。もう、その土地土地にいる変わった、第2の浅井さん、第3の浅井さんをゲットしていきたいんだよね。うん。なんか、宗教団体に凸とかもしたいじゃん。奈良に行ったら天理教とかも行きたいし、うん、そういうことできるのは多分俺の配信だけだと思ってるから。あ、力也さんが行ってるか、天理教は。和道頑張れな。僕、マー君、そろそろ出てくるぞ。もういいよ。付き合わないよ。うん。付き合わないよ、本当に。縁切ってるから。うん。まあ、そろそろだろうね、マー君出てくるの。なんか別に恨みもないし、もう。全然揉める気もないし、関わる気もないよ。うん。別に普通に殴られたら、また揉めたら普通に警察俺駆け込むよ。うん、全然もう関わる気ないっす。ああ、分かってる。うん。でもまあ、あれだろうな。配信はやるだろうね。関わる気はない、俺は、正直。
気をつけろ、気をつけろっていうかさ、もうノンタンもいるしさ、うん、全然もう関わる気ないよ本当に。全シカトですよ、全シカト。うん、あ、もうそんな時期か。もう1年半ぐらい経つのか、あれから。詐欺師の新宿のやつらから聞いたからな。投資詐欺師、投資詐欺師、俺が、俺が、うん、しゃんのよ、もう顔面ぐちゃぐちゃにされてんのよ俺2回、うん、リアルな知り合いで配信会に誘ったのが俺だったの。だけどもうハトとかポンプとかに聞いちゃって、もうすぐ揉めて、でもう本当に暴力すごいから顔面ぐちゃぐちゃに2回されてるし、そう、俺リアルな仲間に手出すのとか嫌いだから。でも縁切るって2回言ってんだけど、先輩を返してもうやらないんでって、すいませんでしたって言ったから付き合いしてたんだけど、もう酒とかドラッグでもうラリっちゃうんだよ。ああ、はいはいはい、うん、ああ、まあまあまあ、じゃあ結構知ってる人ですね、影の軍団さんは。でも俺は関わる気ないっすよ、マー君とは。もう何回も裏切られたんで。別に喧嘩強いのは分かってるし。うん。何それ、怖いね。めちゃめちゃ怖いよ。だから俺がね、もうネタでも何でもいいから、もう命危険だから土下座でも何でもして逃げろって、もう本気でリスナーさんから言われてて、でも酔っ払うと手つけらんないのよ、若い子なんだけど、うん、そうで、それで配信で土下座したんだけど、そう、それをずっと言ってんのよ。だからなんつうの、俺のアンチとかが面白がってポン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 言ってんのよ、うん、でも俺は関わる気ないっていう。そう、リアルの彼のその素性を知ってるわけだから、付き合いやって、うん、あ、全然やる気ないっすよ、うん、バドをパクらしたらええねん、ガキは。いや、だから全然普通にぶん殴られても駆け込みますよ、うん、うん、僕は普通に警察でいいんじゃん。でもね、多分今回の逮捕で懲りてると思うよ、正直言うと、うん、刑務所1年半に行くのバカ臭いなって思うじゃん、時間もったいないじゃん、うん、懲りてないの、うん、まあ、分かんないけど俺は関わんない、全然、うん、全然関わらない、うん、あ、そうなの？うん。全然関わんないよ、俺は。
だって俺何もしてないもん。何もしてないもん。別に恨みもないし、いろいろ言ってる？おはよう、専門やりさん、おはよう、おはよう。ハートありがとう、専門やりさん。まあ、DM 欲しいですね、影の軍団さん。DM いただけると嬉しいっす。うん。Twitter わかります？僕の。知らん？ちょっと待って。Twitter やってます？ DM。いつもチラチラ見て勉強させてもらってますよ。全然勉強になんかなんないよ。本当に。31歳のおっさんのたわごとだよ。投資のある。投資のある。投資のある。もしよかったら DM ください。詳細は影の軍団さん、DM で話しましょう。あ、投資家なんですか。あ、投資用のアカウント了解です。 DM 待ってます。話の故障って申し訳ないんですけど、聞きたいことあるんですけど、いいですか？残り5分なんで答えられますよ。ぜひぜひ。残り5分で放送終わります。ここに入れて。うん、どこだろう、ここに入れてっていうのは。リスワンのアイテム加算って計算方法あるんですか？すいません、教えてください。ですね、デイリーランキングとマンスリーランキングは別に考えてください。あれは稼いだ金額、アイテムの金額なんですよ。で、リスワングランプリっていうのは、リスナーさんの数を競うんです。で、1位を取ると運営から1万円をもらえるんですね。だから、1個のパソコンとか1個の携帯電話で1人1アカウントって計算なんで、一日に何回も見たり入ったりする人は一人としてカウントされるの。純粋なリスナーさんの数として計算されます。その日で一番リスナーさんの数を集めた人が、トップの配信者です。リスワングランプリは、
簡単に言うとこんな感じ。だからアイテムでは加算されません。これは金梅さんのところにパソコンで見ると8954人って書いてあるのね。8954人、だからこれ8954人、新規のリスナーが見に来たってこと。俺の場合7672人でしょ。だから7600人来たってこと。これ来てる人数なの。これ新規のリスナーさんの数。まあ、固定のリスナーさんでもいいんだけど、新規と固定のリスナーさんの人数で競ってます。OK ですか？千本槍さん。ちょっと待ってください。影の軍団さん、ここに入れてっていうのがちょっとわかんなかったんですけど、どうしたらいいですか？ここに入れてってなんだろう。うん、ツイキャスのアイテムとかはちょっと違う扱い。そう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 、100万単位で良いなよ、小銭はどうでもええから早よ入れなさい。米ビュー、米ビューないっすよ。ふわっちには100万円単位でいいなよ、小銭はどうでもええ、早よ入れなさい。うんうん、どういうことだろう。米ビュー、ちょっとごめんなさい、影の軍団さん、時間がないです。うん、あやかまた遊びに来てね。おやすみ。コメビュー？タルトさんいらっしゃい。コメントしなくても見たらカウントされます。リスワングランプリは。だからリスワン応援したい人は見に行く。で、ツイッターとかで拡散して新規を呼び込むっていうのが応援になります。タルトさん。じゃあ皆さんありがとうございました。今日もありがとうございます。仕事から帰ってきたら放送します。お疲れ様です。100万単位でいいなよ、小銭はどうでもええから早入れなさいってどういう意味なんだろう。あ、とんでもないとんでもない、お疲れ様です。みんなおやすみ、お疲れ、お疲れ、ゆたこお疲れ様です。影の軍団さん DM ください。ちょっとごめんなさい、もう放送終わっちゃうんで。お疲れアンミー、ハッチお疲れ、千本やりさんお疲れ。うん、お、古代さんお疲れ、古代さんお疲れ、ジャグさんお疲れ、またね。お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。